今日は4月の18日です。ムスカリを書きましょう。まずムスカリの中央の茎を決めておきます。それでこちらに紫のムスカリのお花がついていますので、これをデッサンしていきます。ムスカリのデッサンができましたので彩色に入ります。紫ですのでいつものように顔彩という絵の具で紫の色を出しましょう。紫は赤とこのブルーで紫の色を作っておきます。もう少し鮮やかな紫ですね。お花の彩色に入ります。少し鮮やかなブルーをしていますので、もう一段階綺麗なブルーをもう一段階再生します。枝のところは黄緑の色で、これでムスカリの絵が仕上がりました。